私の、ううん、私たちのお店プリズムストーンがついにオープンしました。まだまだわからないことがいっぱいですが、スイーツ担当のアンちゃんとメイク担当のスズノさん、3人で力を合わせればお客さんいっぱい、きっと素敵なお店になる。この番組はタカラトミーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。プリズムストーンイースターにようこそ。お客さん来ない。ちょっと今仕事中だよ。仕事中？客いないのに。だからこれから増やすためにいろいろしなきゃダメなんでしょ。なる、え、スイーツ作るのを手伝って。ああ、こんなところに新しいショップオープンしてたんだ。結構可愛くない？あのこのスカートに合いそうなトップスありますか？さあ。なに感じ悪。いらっしゃいませ。何をお探しですか？いらっしゃいませはお店に入った時に言ってよね。人に聞かなきゃ自分が着る服わかんない奴は何着ても一緒。鈴野さん、一週間で来客がこれだけ、困ったわね。はい。何かお客さんを呼ぶ方法を考えないと査定が下がっちゃう。もんもん査定？ああ、なんでもないわ。大変大変。今週の週末、ディアクラウンがイースターイベントするんだって。イースターイベント？イースターイベントのお知らせです。ディアクラウンが行う史上最大のイースター、お楽しみに。ディアクラウンのイースターイベント。このカードめちゃめちゃゴージャス。史上最大のインスタイベントって何するんだろう。気になる。お料理。君プリズムストーンの店長？え、あ、はい。へえ、ベルに勝った子ってこんな子だったな。ねえねえ、君4連続ジャンプ飛べるんだって？どっかのクラブとか入ってる？その子じゃないわ。ショップオープンおめでとう、綾瀬なるさん。ありがとうございます。あなたはにゃっエーダルローズのレンジョージベル様を知らないなんて。レンジョージベル、あのエーデルローズで今実力ナンバーワンのプリズムスターだよ。へえ。ベルもまだまだだね。なになに、早速ライバル店としてディアクラウンの偵察に来たわけ？ライバル店だなんてそんな。そうだよにゃー。ディアクラウンのライバルになろうだなんて1000万年早いよね。ですよね。そんなことないよ。プリズムストーンだってディアクラウンに負けないイースターイベントをやるんだから。わわわ、あのうちゃな様プロデュースのディアクラウンに勝とうだなんて、なんて恐れ多いことを。
年それはもう盛大に行われている春のフェスティバルなんですよ。世界的に有名なパティシエが手掛けるスイーツが無料で振る舞われたり、100人のトッププリズムスターによるディアクラウンイースタープリズムショーが行われます。もちろんアモジュネ様による特別ステージも行われますが、そのチケットは入手困難。プラチナチケットどころではなくダイヤモンドチケットと言われています。アモジュネ様プロデュースだからこそできるゴージャスなイースターイベントなのです。レルヘ、絶対にディアクラウンのイースターに勝ってみせるんだから。まあ少し落ち着いて。てか君誰？さっきからすごい自信だね。私君みたいな正義の味方ちゃんタイプ大嫌いなんだよね。私はプリズムストーンのスイーツ担当福原アンよ。当日ぜひプリズムストーンに見に来てください。帰ろうなる。わかな、見に来いだって。どうするにゃ。もちろんお邪魔させていただくわ。いい暇つぶしができたにゃ。ねえ、本当にイースターイベントやるの？ディアクラウンと同じ日に？当たり前でしょ。これでディアクラウンよりお客さん集めたら宣伝効果抜群。お客さんいっぱい増えるよ。はあ、よーし、私今まで誰も見たことがないようなスペシャルなスイーツ考えるから、ラルはイベントが盛り上がるようにスーパーでスペシャルな何かを考えてよ。スーパーでスペシャルな何かって何？来た人に配るスペシャルなカードとか、イースターらしいスペシャルな衣装とか、スペシャルなプリズムショーとか。だからスペシャルって何？あ、リンネちゃん。ねえねえ、リンネっていつもここにいるけどさ、うちに帰らなくていいのかな？そういえばそうだね。その心配はないわ。リンネは私が預かってるの。ご両親に頼まれてね。さ、今日は遅いからもう帰りなさい。はーい。お疲れ様でした。あ、リンネちゃん、またね。ただいま。お母さん、聞いて聞いて、イースターのイベントすることになったんだよ。あれ、折り紙折ってるの？片付けをしてたら出てきたの。さてさて、何を作ろっか。そうだな、カメさん、小鳥さん、お願いしたら何でも折ってくれたね。作りたいものハートに浮かべて、うーんと気持ちを込めれば、なるなる素敵なものに折り紙なる。幸せウサギがなるのところに。こんにちは。かわいい。イースターイベントハッピーなる。シャ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 。イースターできるコーデ、どんなのがいいかな。頭がカチコチになる。ちょっと休憩しよう。リンネちゃんもホットミルク飲む？ホットミルク、お砂糖入りだよ。暑いからちょっと冷ましてね。これはイースターイベントのコーデのデザインだよ。なかなか思いつかなくて。イースターは新しく生まれてくる命を祝福するお祭りなんだって。ウサギと卵がモチーフなの。これがウサギ。イースターバニーは幸せがいっぱい詰まった卵を運ぶの。幸せ、幸せはハッピー、なんて説明すればいいのかな。あ、今リンネちゃん笑った。それが幸せだよ、ハッピー。ハッピーなる。イースタースイーツ考えたよ。呼ばれて飛び出て
bad! Too expensive! お金がかかりすぎ！予算内で考えて、please! これじゃあ、ティアクラウンよりすごいイースターなんてできないじゃん！君たちは、この店をディアクラウンのようにしたいのかい？え？プリズムストーンは、プリズムストーンらしいイースターイベントをやる。それが、クールなんじゃないかな？プリズムストーンらしいイースター。プリズムストーンらしいイースターか。考えれば考えるほどどんなことしたらいいか悩んじゃう。あ、この歌誰が歌ってるか見えない。本当に素敵な歌。優しくて、でもちょっと切なくて、心の中が温かいぬくもりの色でいっぱいになる。ラブリン、ラブリン。リンネちゃん、どうしてここに？え？月？ああ、月にもウサギがいるんだよ。リンネちゃん。あれ？いない。幻かな？ラブ！ラブリン！お母さんが折ってくれたウサギ。折り紙をイースターイベントのカードに。なんかしょぼくない？ディアクラウンのカードはゴージャスで。プリズムストーンはプリズムストーンだもん。よし、わかった。お？あんちゃん？折り紙に合わせてイースターで出すスイーツはウサギや卵の形のクッキーにしようかなと思って。型抜きクッキーならたくさん作れるし。わー、楽しみ。なるも衣装考えたの？うん。お、そういえば鈴野さんはイースター何すんの？は？そうだ、プリズムショーすれば。ごめんだね。鈴野さんだけ何にもしないなんてダメ。ショー担当で決まり。っていうか、3人の力を合わせればきっとハッピーなイースターイベントができるはずです。かわいいね。おいしそう。イースターのカード間に合いそう？うん、今日は徹夜しないと。幸せ。あ、リンネちゃん、それ一人で作ったの？プリズムショーの世界へようこそ。あら、今日は衣装のデザインを持ってきてくれたのね。はい、お願いします。かわいい。シュガー&チョコカラーのうさ耳メイドね。ふわもこのリボンやアクセがとってもチャーミング。このコーデ、サプライズストーンにしちゃおっと。ハッピナルン！こんなの着られるか。何わがまま言ってるの？みんなお揃いにしたら可愛いと思うんだけど。こんなフリフリのモコモコ。そこが可愛いんだよ。どうしますか？うーん。イースターバニーだよ。カードをどうぞだぴょーん。ありがとう。プリズムショーだって。見てみよっか。よしよし。あー、ウサギさんだ。カードちょうだい。はーい、どうぞだぴょん。ずいぶん盛況みたいじゃないか。でもなんだかこじんまりしてるっていうか。これじゃあディアクラウンには。ハッピーイースター。は？プリズムストーンはプリズムストーンらしいイースターをやることにしたんです。プリズムショーもやるから見てください。楽しみだわ。お客さん集まってる。プリズムショー楽しみに集まってくれたんだよ。嬉しい。お、もしかしてロックショーするつもり？プリズムショーは？ぬるいプリズムショーより熱いロック。でも今日はイースターだよ。ちょっと。なんでしょう。We'll be right back.
カオーだ。何？プリズムショーってこれ？ギター上手いけど。ねえ、プリズムショーは？ねえ。不満そうだね。別に、とってもお上手だと思って。お目当ては中学生店長？それとも4連続ジャンプの子？鈴野さん！クッキー欲しくて来た客に、ロックの熱さなんてわからないってだけだろ。そんな、なる、客席がめっちゃ苦い空気になってるよ。店長の私が何とかしなきゃ。おお、中学生店長が出てきたにゃ。あっちゃー、思わず勢いで出てきちゃった。どうしよう。よし、こうなったら。お客さん、ハッピーナール。頼むよ、なっちゃん。ためにこの世界に来たもも、今までの記憶は全くないもも。プリズムライブって一体何もも。Good luck.
なる、自分の歌って持ってる？え？プリズムショーはマイソングでやるのが常識でしょ。どうしよう。プリティリズムレインボーライブ、私の歌は色とりドリーム、七色ハートでハッピーナール。番組からプレゼントのお知らせだよ。ご覧の商品をセットにして抽選で10名様にプレゼント。はがきに必要事項を書いてご覧の宛先まで送ってね。ご応募待ってます。ハッピーナール。この番組はタカラトミーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。